あのほうやでほうやしちゃったっていうお話でございますね。あのほうやっていう株があるんですけど、今日決算がありまして、はいこちらですね、ほうやっていうのが決算ございました、前期最終は8%増で、4期連続最高益、4区最終は34%増益で、今期業績は非開示。 どかーって下げ取ったっちゃけど200日移動平均線でぶつかって上がってるっていう感じで、はい、自社株がやってきますよですよでね発行済み株式総数に対する割合の0.86%の自社株がやってきますよっていうことで。 上限は500億円で期間が2024年の5月の16日から2024年の8月の15日で配当予想の修正も出とって65円ですねで中間配当が45円と合わせたら年間配当金は110円になりますよあで今日場中決算ございました11時に決算があって 一旦下振って、ファーって上がって、なんかなんか最近の決算見とったら、なんかブワーって上に行ったやつ。結構落ちるのが多いかなって思って、あのショートしちゃったんですよっていう。日本でこの辺でショートして、逆差し値をこの辺かにゃって思って、追い取ったつもりだったんですよ。で、まあ利益取れて、まあこの辺かにゃと思って。 設定したつもりだったんですけど逆差しで、ね、間違ってなんかもっと上は分からんけどあの見れんかったんですよチャートがずっとでこの辺でパーって見たらどかどか上がっとってうわーマジかーってなってあのー、終わりましたねマジでねほんとね持った瞬間ふわーって下がってプラス45,000円ふわーってなって ああ、秒で稼いでわーとか思ったんですけど、で、ふんふんふんって思っとって、まあ、この辺でアレストーケンいいかと思ったんですけど、ささっとらんかったんですよっていうね。で、あの、ガチで放野したんですけど、あの、結果見ますか <laughs> ちょっと見て。はい、ディスコ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 のソニー放野でございますね。放野で4万円失いましたね。っていうね、あの、放野が放野したよっていう。 お話でございますねちなみに今日の利益は合計4 8,000円利かしとって損失が 85, マイナス8 5580円やけんマイナス3 6920円でございますね。購入しなかったらプラスだったよねっていう。っていう感じであの皆さんデイトレードをする際はちゃんと差し値と逆差し値をちゃんと設定しましょうね。 っていうんじゃないと、あの、ほうやするんで。てな感じで、あの、今日の決算、ちょっとだけ見ていこうかなって思いますね。三井住友フィナンシャルグループですね。今期最終は10%増で、2期連続最高益で、実質増配でございます。冷やしは、バリレンジですね。3月ぐらいからずっとレンジでしたね。で、9000円を抜けて、決算でどうなるっちゃろう。 PTS が9,565円でございますね。素晴らしい。ちなみにですね、5月の13日に株式分割に交わる一部報道について、日経新聞より当社の株式分割に関する報道がございましたが、当社として交渉したものではございません。っていうのがあったっちゃけど、はい、本日、三井住友の公式から出ております。株式分割しますよー っていう三分割ですね今の株価が9500円ぐらいですかね。やけん3分割するので3000円ぐらいですかね。1株がっていう。やけんこれもまた買いやすくなりますよ。個人投資家がっていうやつでございますね。分割プラス自社株買いしますよ。発行済みかめつけ算数に対する割合の1 1> 1. 1上限1000億円2024年の5月の16日から2024年の7月の31日までちゅうことで PTS も爆上がり中の三井住友フィナンシャルグループでございましたいやー素晴らしいですねあの三井住友ははるか昔から持ってるんでっていうペーペー証券で買ってますねそういえば今いくらちょろ パフォーマンスがプラス183%でこうじゃいますね。こういうのを見らんともうね、気が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 気出ないってこと。自分の含み液っていうのはやっぱすごいね、メンタルの安定になるんですよ。こういう超超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 気で持っとうやつっていうのはっていう。やけんね。ガチャ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 、デートレでガチャ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 それよりかはもう超超超超超。 次がですね第1生命でございますね前期経常が上振れ着地で今期は4%増益前期配当を7円増額今期は9円増配へ経常利益は2倍になったよチャート、はい、こんな感じでおお75日をちょっと何点かこうなってるっていう感じでございますね 今の株価が3659円で PTS が3770円でございます配当利回りは3.33%ちなみに第一生命はベネフィットワンっていう会社を TOB しておりますっていう発表が3月の13日に行っておりますねああそうなんやベネフィットワンめっちゃ人気やったんやね <laughs> M3 も欲しかったらしいですよ最初に M3 が TOB しますって 言ったらしいっちゃけどいやいや俺らがするぜっつって第一生命が乗り込んだらしいで結局第一生命がやることになったらしいいかに金を積むかっていうまあ当たり前ですけど M3 河合町で第一生命に TOB されましたっていうベネフィットワンっていう会社があるっちゃけどそれは今チャートこんな感じになっておりますこんな感じで一株ね2170何とかここの辺で TOB しますっていう統計 もうこの辺までは確実に上がるってことやけんこの価格で TOB しますよって言っとうけんもうねこの辺で持っと人はもう絶対これは絶対ですけどもう絶対上がるけんここでしますよって言っとうけんこの辺で買えた人はなんか運が良かってないとか思うんですけどやけん TOB をされる銘柄っていうのはいいよねっていうまあそれがどこになるかはも誰もわからんんだけどベネフィットしますよって っていうえ、住友化学ですね。住友化学は黒字不浄になりますよですね。ずっと赤字でしたもんね。科学系ずっとチャートも微笑やった気がします。もううじゃ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 ,うじゃ黒字になりますよ。よ って言って、今、三百四十円ですね。で、ここ配当もあるみたいですね。配当利回りが二点六・七パーセント。続きまして、ケミもありましたね。今期最終は五十七パーセント減益で、中央ですね。今日、ドカーンで終わってますね。何とも言えないですね。 PTS が845円でございます。配当利回りが3.78%ですね。うん、特に現役だったよっていうお知らせだけでしたね。<laughs> 何もないんかいっていうケミです。 日本郵政ですね今期計上は14%増益ですよ冷やしがこんな感じで75日移動平均線がうわーって感じですかね今の株価が1504円で PTS がちょっと上がって1550円ここですねで配当利回りが3.32%ああここ財務大臣持ってるんですね 33.33333333% 33 33. 33ですねはい自社株買いしますよですね発行済み株式総数に対する割合の10%でございます上限が3500億円で5月の16日から3月の31日までやってきますよっていうすごいですね10%はでも PTS はあんまり反応はしていないって っていうレゾナックでございますね。一区形状は黒字不上紙期計画を超過らしいです。黒点しましたよですね。冷やしはこんな感じで、うーんっていう感じですかね。今の株価が3677円で、p t s が3885円で、ドン。 でございますね配当利回りは1.77%野村マイクロですね今期計上は9%増で5期連続最高益実質増配へ5期連続増収9期連続増益らしいです良いですね EPS は下がりとですね 冷やしはこんな感じでしたね。50日移動平均線がほにゃほにゃ、5,500円がちょっとドンですね。今の株価が5,450円で、PTS が5,160円で、そっか、下がっとんか。 っていう野村マイクロですね。半導体のお水作ってますよっていう会社ですね。なんかもっと上に行くだろうって思ったんかなみんな。夜0売られとんのかなわからんけど。 はい、銀行ですね。水尾フィナンシャルグループですね。今期最終は10%増で11期ぶり最高益。前期配当を5円増額の今期は10円増配へ。冷やしはこんな感じの三井住友かなっていううねうねうねここを抜けるかっていう。 今の株価は3099円の PTS が3112円ですねで配当利回りは3.7%ですよ特に他材料なかったですねはいここも皆さん好きでしょう三菱 UFJ でございます 今期最終は1%増で2期連続最高益9円増配へお計上利益が2倍になっておりますね、はい、チャートはこんな感じであー三井住友ですねニキニキニキって上がってずっとうねうねうねみたいな で、レンジ上限どうするかみたいな銀行株の今のチャートですかね。あ今の株価が1,590円で、BTS が1,599円で、まあこの辺ですね。っていう三菱 UFJ。1,500円か。余談なんですけど、あの、この辺でね、1本ね、動画作ってるんですよ。夏ぐらいにポーンって上げてるんですけど、まあ、もうないんですけど、顔出しポーンってやって、 確かね配当金もらったよみたいな感じで三菱 UFJ だとか若地区だとかキャピキャピがキャピがーって何か言ってましたねかつてのおゆうちゃんはがここでしたね800円ぐらいでわわわわ言ってましたねあれ見としとったらちょっとなかなかあれですねレアでございますねが今1590円でございますっていう銀行ですね、まあ、時価総額19兆円もあるんですねすごい ということで、あの、今日は銀行ちょこちょこちょこでしたよっていう、個人的なあれになっちゃうんですけど、あの、ほうやがほうやしたよっていうお話でございましたね。はい。こんな感じで終わろうかなって思います。あ、あと、あの、デイトレの4月の収支出さんかいってめっちゃ言われてるんで、わかったわかった出しますよってことで。<laughs> ちょっと夜んちょっと待っとってっていうデイトレの終始をそろそろポーンって出そうかなっていう。ああ、と、あの、私、あの、ファングでファイヤーしよっかなとか言ってたんですけど、あれ実はできなくて。<laughs> はい。<laughs> で、あの、いろんなのあるやん、今。なんか、ばーっと、ばーっとなんか投資信託できてきとうやんか、今。いろんな会社が一生懸命こう作っとうやんか。 でちょっとパわーってあの見るライブとかもしたいなっていう。ぼちぼちマジで、6月間に合うかな。6、7、8、9までですか。この4ヶ月ちょっと10万、10万、10万、10万しようかなっていう。なんでかって言ったら私は三井住友のプラチナプリファイドカードっていうのを持ってるんで。 これで、積み立てをしたら5%返ってきますよっていうのがあるっちゃけど、もうこのチートは使おうかなと思って、10万しようかなっていう。ちょっとね、ほんのちょっとほんのちょっと余裕ができたんで、欲しいもんもないんで、やってみようかなっていうやつでございますね。なんか、初心者、初心者の方にもわかりやすく、動画作ってください先生って言われてるんで、TikTok の方で。やけんそれもちょっと、あのー、作ろうかなっていう。 やつですね、はい、あなんか他なんかこんなの作れっていうのがあったらあのぜひあの買い取ってくださいあの。終わろうかなって思います、はい。こんな感じで株の話をちょろちょろってしてるチャンネルではございますのでまた動画作ろうかなと思いますのでよかったらチャンネル登録と高評価の方を押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。あとライブ配信ちょこちょこってやってますのでお時間合う方はぜひ遊びに来てください。ですね。はい 明日の朝もライブします、はい、最近は8時半ぐらいからやってるんで、はい、ぜひ遊びに来てください。以上でございます。